爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第12節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。グロンキア、デフランド、ベルヘイエ、キーパーに弾かれた、ヘッド、トマソン、ベルヘイエン、シュート、超連戦、コーナーキックになります。これはチャンスだ、シュート、これは惜しい。スペースができている。25分経過、シュート、これは気をつけないと。トマソン、落ち着いて対処します。ヘルベグ、折り返す、しなやかなボールタッチ、スペースを埋めないと。果敢にスライディング、ビルモッチ、ボールを囲んでいきます。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ、ベルヘイエン、オフサイドはない。エミール・ムペンゼ、シュート。リターン、つながりません。アルハエレン、華麗なドリブル、
ダイレクトで返す。ベルヘイエン、コーナーキックです。おっと、足がかかった。壁の選手を揉めているんでしょうか。ヘルベグ、ギルモッツ、ドリブル、スローイン、オフサイドの網にはかからない。エミール・ムペンゼ、見てみましょう。このまま栄光への奇跡をたどることができるのか。ギルモッツ、味方がいない。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。1点差というまさに薄氷を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。